昔々ある小さな国にシンデレラという心の優しい美しい娘がおりました。両親はシンデレラが幼い頃に亡くなり、ママ母と二人の義理の姉たちと暮らしています。屋根裏部屋で友達になったネズミや小鳥たちにそっと打ち明けます。いつか夢が叶ってきっと幸せになれる日が来るわ。娘たちの中に王子の理想の女性がいるに違いないと考えたのです。Thank you.
ちはレディになるために音楽の稽古をしています。でもあまりのひどさに飼い猫まで逃げ出す始末です。すると同じ曲とは思えないほど美しい歌声が聞こえてきました。お掃除をしながらかわいいナイチンゲールとシンデレラが歌っています。宮廷に来るようにと書いてあります。シンデレラは私も宮殿に行けるのねと大喜び。しかしママ母はシンデレラを連れて行く気などありません。靴磨き、アイロンかけ、繕い物、いつもよりたくさんの仕事をわざと言いつけます。ネズミたちが仕立て直してくれたドレスを着たのですが、意地悪な姉たちがそれを台無しにしてしまいました。舞踏会に行けなくなったシンデレラは悲しくてたまりません。庭で泣いていると突然妖精のフェアリーゴッドマザーが現れてシンデレラを慰めました。そしてビビディバビディブーと不思議な呪文を何度も唱えたのです。Thank you.
で、かぼちゃは馬車に、ネズミは馬車を引く馬に変身しました。シンデレラの古いドレスもそれは美しいドレスに変わり、足には上品なガラスの靴を履いています。最後に妖精は言いました。夜中の12時を過ぎるとこの呪文は解けてしまうから気をつけなさい。分かったわ、本当にありがとう。夢が叶ったシンデレラは大喜びで宮殿へ向かいました。舞踏会はとても華やかなものでした。なんとか王子に気に入ってもらおうと、国中の娘たちはそれぞれに美しさを競い合っています。でも少し遅れて現れたシンデレラを見て、あまりの美しさに人々は驚きました。王子はたちまちシンデレラに心を奪われ、二人はいつまでも踊り続けたのです。王子が結婚相手を見つけた様子に王様は大満足です。宮殿の人々は、あの子は一体誰だろうと噂をしています。王子とシンデレラは時が経つのを忘れて素晴らしいひとときを過ごしていました。そのためシンデレラは妖精との約束をすっかり忘れてしまいました。すると12時を告げる鐘が鳴り始めました。
魔法が解ける前に、なんとかシンデレラは宮殿から抜け出しましたが、途中でガラスの靴を片方落としてしまいました。美しい謎の娘が忘れられない王子は、ガラスの靴を手がかりに娘を探すことを命じました。ガラスの靴を持った使いがシンデレラの家にやってきました。しかしシンデレラは屋根裏部屋に閉じ込められています。義理の姉たちが靴を必死に履こうとして壊してしまいました。その時、ネズミたちに助けられたシンデレラが現れ、もう片方の靴を見せます。もちろんガラスの靴はシンデレラの足にぴったりです。こうしてシンデレラと王子は結婚して、とても幸せに暮らしました。